タープ履く、タープです。そうです、これがタープ、人膜張り。お、いいね、すげえ無人島感出てきたね。パセリ、めっちゃうまい、カレーらしい、めっちゃうまい。鹿の角サーバー、鳥かな。めったやな。プルンって抜けちゃった。なんこれ。オッケー。タープ履く。タープです。そうです。俺も今日タープ履く。これシーフライバリです。シーフライバリ。はい。横から見ると C の、ああなるほどね、はい、こうなってるから、ね、そうですそうです、この下の部分で寝るんや。そうです。狭っ。いやでも割と、ああまあまあまあええんか。で屋根あるんで、うん、雨でもこれ簡単なんですよ。あのだいたいどこを外してええの。ないよ。え、外していいとこないよ。何言ってんの。あ、そうなんだ。ポールいるじゃないですか、タープ履く。ああ、ね、ポールいらないですよ、はい、ほとんどロープでいけるんで。へえ、すげえ楽なんですよ。俺も貼ろう。初めて見る純一さんの。いやいや、タープやったことあるわ、何回も。本当ですか。あるわ。ちゃんと貼れてないですよ、なんかね。タープ履く、なんか上にかぶせてるみたいな感じじゃないですか。今タープ風張りになってる。え、タープ風張り、風やんだら終わりじゃない。できたよ。え、タープ、え、かっこよくない。人膜張り、ちょっとだけ後ろ引っ張っていいですか。ちょっと、うん、俺ここだって雨降ったら終わりですよ。毛虫落ちてきた。もうどこに寝る。寝るときはこの辺の横の方で、こっちですね。人膜張り。何のと一緒ですか。雨降ったら車やね。これないのと一緒ですよ。風よけに。これをこうやったらほら、これ座れるんです、ここに。これ座れるから。まあまあそうですけど、上が大事なんですよ。ほら、ちょっとだけ防がれてるから。ほんとちょっとですよ。ほんとにちょっと。こうこうですよ、こうですよ。雨、雨はだいたいこう後ろからこう吹きつけるから。そんなことないよ。そんなことないって。いや、武骨やな。意味ねえな。これがタープ、人膜張り。屋根が上見てください。何見えます。上、はい、森ですよね。ダメなんですよ。また何？はい、ちょっとブッシュチェアを作ろうかな。出た、ブッシュチェア。ブッシュチェア、やたら
姿勢が良くなるでおなじみのブッシュチェーン、わかる。まあまあそうですね、座るとこう、なんかこんなんのあれ。そうですね、ちょっと全体重かけるの怖い。おお、おお、おお、お、いいね、いい具合ですね。あ、いいね、木の感じも。で、これあれ、ここにどっかに横向きにやって布かなんかやって座れるようにするやつ、ね、そうなんですよ。いいね、僕のブランドから出てるランドリーバッグが座面にちょうどいいんで、うん、いいね。キルキだ。キルキだ。あとはここに座る面を、うん、こういう感じね、うん、ちょっとやめようかな今日は。え？え？ちょっとやめますわ。なんで？いや、その布忘れました。あれおかしいな。ちょっと待ってよお前、アップで顔撮らせろ。なんすか？いや、座面をね忘れました、はい、今日。ん？そういうの俺がやるから。うわ、そこにかぶせて、はい、椅子にするための布を、はい、持ってくの忘れたってことね。何回も言わなくていいじゃない。でもこういうのかけとけばいいんじゃん。ああ、ランタンかけにしましょう。このこことかにね、うん。かっこいい。ああ、ランタンハンガーだ、うん、ランタンハンガーにしましょう。今日は巨大。あれ、ビーフリーなかったっけ？なかったかな。これビーフリーやったら最高やねんけどな。待ってよ、見てみよう。ないでしょ。いい、ビーフリーはいらないっすよ。あった。いやー、ビーフリー、ビーフリーあったよ。おい、お久しぶり。ビーフリーにかけると一気にダサくなるんだよな。そんなん言うなよ。台無しなんだよな。いや、これなるほどね、明日はこれがやりたかったやな。やだなそれ。すげえ無人島感出てきたで。やだな、くしゃくしゃじゃないですか。もうビーフリー使い込みすぎて。よし、ここでサムネ撮ろう。こっちの大きい明日は咲くのランタンハンガー、我々で絵として夜の台を照らすちっちゃめのランタンハンガーをね作っていきたいと思います。あ、どうも、じゅんいちブッシュクラフトと申します。ここ土が柔らかいからやりやすくていいね。こういうしやすいですね、うん、もうできた。これでいこう。何してんの次は。あの、うん、ちょっと今日吊るしベーコンやりたくて。吊るしベーコン、はい、いいよね。焚き火台のサイズに合わせてこう、うん、木を渡して。それで焚き火台忘れてるんやろ。お前も持ってきたんだ。あー、くそー、よかった。忘れとかな。いや、忘れる日本当いっぱい忘れますよね、うん、直火はできるけど、あえて、はい、今日は焚き火台で。そうですね。あー、渋いな。斜めになったな。でも吊るしベーコンそれに吊るすんやろ、はい、なんかこう場所によって味が変わった方が美味しくない？いや、うん、まあ、それでもいいけど美味しくなるわけじゃないけど。ああ、いいね。ああ、いいね、いいですね。こういうのおもろいよな、うん、やっぱり簡単にできる、うん、最高ですね。最高やろ。
白いな、なんかいろいろ作ったからね。で、前さ、一緒にさ、はい、朝日のスーパードライとかエクストラコールドの生が飲める、どこでも飲めるサーバー、はい、ドラフターズ、うんうんうん、使って、はい、今日あれの新しいやつを何度も持ってきました。え、新しい、このなんか俺がいつもキャンプで使ってるから、はい、まあ、俺に合わせて作ってくれたかどうかは定かではないけど、これでしょ、これなんとですね、何があったの、朝日ドラフターズウッディサーバーというのができまして、すげえ、これが要はキャンプ場とか、はい、なんかロッジとかに置いといても映えるでしょ、すげえ、木目調が登場したんで、すごー、このキャンプサイトにちょっと合うんじゃないかと思って、ブッシュクラフトビールサーバー、そう、そう、本格アワーブッシュクラフトビールサーバー長ドラフターズすごい、しかも高級感ある木目ですね、そうやねええやろ、ちょっとこれを持ってきたんで、あ、面白い、本日もビールを振る舞います、ありがとうございます。そしてもう一個、これはね、ちょっとね、ついてないですよ、これについてなくて、僕が勝手に作っためっちゃええアイテムあるんで、ちょっとそれを今からこれにつけてビール飲みましょう。おい、え、それ勝手に作った、これ多分ビビると思う、これは多分明日はもうビビるやろし、この動画を見てる人も多分ビビると思う。何、この発想を今まで僕以外した人いないんじゃないかな、すごいハードル上げるじゃないですか。いや、上げるよ、それぐらいいいと思う、しようか、はい、これもすごいよ、ビビるよ、え、鹿の角サーバー、もえ持ち手が、これすごない、そうそうそう、だからこの鹿の角をキャンプ場でいただいたんですよ、拾ったっていう人に、はあはあ、それを特殊で加工して、この注ぎ口を鹿の角にすることによってこれ渋いやろ、これすごい、これすごいやろ、あ、かっこいいですね、うん、だからこれをちょっとつけてこれで注いで飲むっていうね、すごい、むっちゃかっこええな、これこういう動物みたいですね、うん、渋い、いいね、すごい、さあ森のビールバーへようこそいただきます、いやー最高、あーうまシカビアシカビアうまい、まあ、いいですね、流行りそう、え、人幕張り、人幕張りじゃない、誰も真似しないですよ、この角流行りそう、だからドラフターズの詳しいことは概要欄貼っとくから、アスワ君もそれ見てもらっていいんだけど、鹿の角は自分でやってくれる鹿の角は漏れなくはついてないから自分で加工しなきゃです、ね、いや、これ発想ないやろ、ね、これ多分ねキャンプやっててこの発想、多分キャンプやってたから思いついたよね、これ、ほんで前までも持ってきてたけど、このウッディサーバーやからサイトに合うよね、うん、合う、だからそれも含めて気分いいよね、機械感がないですね、あんまり、うん、なかなか生ビール、うん、飲めないから、しかもキンキンじゃないですか、いや、そうね、エクストラコールド作れるからね、これはもう卑怯、反則的なうまさ、最高やな、このタープの天井から見える森が最高やな、おかしいんですけどね、普通見えちゃダメなんですけどね、ブッシュクラフト、
なんかおもろいねんね、やっぱ呼んでまうねん。アヒージョなんですよ。おお、待ってるよ。え、いや、自分いいっすよ、全然待ってなくて。ビールはもういらないってこと？もうすぐできるんで持ってきます。仕上げにパセリ。簡単なのに映える。完成。じゃーん。またおしゃれな。これはつるしベーコンを入れたカレーアヒージョです。純一が作りました。やめて。嘘つかない。編集で何とかなる。なるかな。だいぶお金かけないとダメだと思いますよ。このアヒージョって味付け難しいんですけど。これも本当。カレールーだけなんです。あ、カレーのアヒージョなんや。はい、あそベーコンいってほしいですね。うわ、うまそう。わかりやすいのはやっぱベーコン。ベーコン結構炙ったの。あ、炙りベーコンをアヒージョ、アヒージョに入れて、これあっ、あっ、めっちゃうまい。カレーアヒージョ美味しくないですか？カレーアヒージョめっちゃうまい。ね、カレーアヒージョなんてもんがあるの今初めて知ったけど、めっちゃうまい。あ、ビールだ、これ。これビールなる。これビール。ああ。帰ってきたって感じするね。いや、最高やな。ああ。ますますビールが美味しい。好きについで好きに飲んでいいよ。贅沢。いや、うまい。アスワニばっかりさ料理させてて悪いから、え、ちょっと俺も頑張って。わ、食べる。やった、食べる。純一さんの作る料理シンプルでうまいんですよ。まあまあまあ、ちょっとよかったら。はい、大変やってん。芋を薄く切ってね。あ、なるほど。ああ。市販ですね。こんなんが一番うまい。ちょっとついでもいいですか？もう好きに。いいですか？すっごい。いや、もう手触りの武骨さがすごい。いや、いや、うまそうやもんな。やっぱこう、こう のでこれっていうのがいいね。いや、これすごいっすよ。うまい、うまい、うまい。つじ方これ何入れてもうまいですよ。他もベーコンもう一個いっていいですか？いいですよ、いいですよ。鶏肉でもうまいし。絶対うまい。うまい。豚、レバー、牛、どんなのがある。だんだんいい時間になってきたね。そうですね。キャンプの楽しいのこっからですね。いや、なかった。鹿さんお願い。これがあれば家でも、うん、山でも生ビールはキンキンで飲めるってことでしょ。で、俺これ山でしか使ってなくて、
YouTube 見たら嫁が何してんの、はい、家でやってよっていう、奥さんもお酒飲みますもんね、うん、クレーム家で生ビール、なんであんなあんのに事務所に置いてんってキャンプ行く時だけ持って行ってんねん、怒られたぞ。